が一本リードだよ。ケイチさん、ケイチ、もうケイちゃん何やってんですか。み、まさか。リカも見ましたか。やっぱり間違いありませんわね。ケイチさん注意してください。レナさんのさっき投げたあれスライダーですわ。スライダーって、なんだ？知りませんの？まっすぐの球とほとんど同じスピードでバッターから逃げるように曲がる変化球のことですわ。ある意味で、カーブよりも打ちにくいプロ御用達の魔球ですわよ。なに？なんでそんな球、レナが投げられるんだ？そりゃあまあ、伝記を読んできたからじゃない？往年の大投手の。なんじゃそりゃ。そんなもんで魔球が身につくならプロ野球選手があんなに高額年俸もらったりするわけないだろう。しかし現に投げてきているわけですから、さすがはレナさんというか、正直驚きました。み、いくら勾玉の力とはいえ、好きな相手のために魔球を投げられるとは、レナはすごいやつなのですよ。確かに。とはいえ飛距離だけで言えば十分スタンドインの打球でしたね。ふっ、少し力が入っちゃったね。さあ、ケイチ君の3打席目だよ。覚悟はいい？ケイチさん、今の球は見えておりましたか？え？いや、直球だろ？違いますわよ。今のもスライダーです。まずいですわね。このままだと、全打席、当てるのが精一杯って感じになってしまいますわ。くっ、くそ。
そ。さとこ、どうすればいい？スライダーの打ち方、お前はわかるか？私も本でしか読んだことはありませんわ。そもそもそんな変化球を投げられる方と野球をやったことはございませんし、一体どうしたら。あ、ケイチさん、ケイチさん、私にこの後の打席を任せていただけませんか？いい手を思いつきましたわ。いや、サトコ、一度やると決めた以上、ここでお前に譲ったら俺のプライドが許さん。俺に任せてくれ、頼む。そうですか、ならお止めいたしませんけど、本当に大丈夫ですの？ああ、任せろ。さっきのでレナの球の癖は完璧に見抜いたぜ。バカな。ケイチさん。心配するな。俺の真の力をとくと見せてやるぜ。さあ、どっからでも来やがれ。だから申し上げましたのに、あれだけ大口叩いて7球連続空振りってどういうことなんですの？すまん。いや、こんなはずじゃ。ボケ。だから俺の話を。ボケ。お仕置きなのです。僕たちの期待を裏切った愚か者には思いっきりお仕置きなのですよ。ごへん、ごはん、ひげ、へごはん。ほら、サヨナラホームランを打った打者を出迎えるときに他の選手がやる手荒い祝福ってやつ？あれの正反対の意味合いで憎しみ、怒りが入ったと考えてくださいな。それにしてはなんか変な狂気混ざってない？一件落着ってことでいいよね。俺は全然よくねえぞ。誰か助けてくれ。レナー。はぁ、ケイチくん、何か悪いことしたのかな。